竜使いましょうか。恐竜はね KO するとさあおいしょ逃げるなバカ楽しいやん恐竜。はいどうもひたまえです。はい、今回はねこのドレークがまああることをするとまあ最強になると、まあそこら辺を皆さんにお見せしたいかなと思います。まあさあることをするとっていうかまあこちらですね。はい、もうチャレンジバトルもうチャレンジバトルだとドレーク最強なんですよ。なんでかっていうとこの固定ダメージが25秒で7500なんですよね。そのあのですねチャレンジバトルってあれなんですよ。はいあのサポートとかメダルとかがないんで体力がこのままなんですね。このままっていうかあんま、うん、あまり上昇してなくて固定ダメージが入るとほぼワンパンできるんですよ。あのアタッカーって普段リーグでやるとあの固定ダメージあんまり強くないんですよ。アタッカーで固定ダメージって正直言うとそのアタッカーって火力が欲しいのにその確かにカチカチディフェンダーとかにはあれだけどカチカチディフェンダー、ま、とかに対しては有効だけど、ま、結局はねその固定ダメージってちょっと渋いんですよ。だけどチャレバトだとこのドレークくんが、まあ、少し最強になるかなということで、まあ、やっていきたいと思います。まあ普通にチャレバト最強ですね。リーグバトルではもう見ないけどね、うん、キッドといい、うん、あの時の最悪の世代がかわいそうだよね。アプーといいさなんかいろいろもうキラーといいかなんかもう配布だったもんなんかねやっていきますレッドラゴー。はーい、ということで1戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。いやガチでドレックはあの最強キャラです。さっき固定ダメージ受けてみたんですけどこっち受けてすごい日本語カミカミなんだけどね。今のこのドレックの体力見てください。5845、はい、もう固定ダメージで余裕です。あのスキルはもう最強スキルなんで、まあ、チャレバトにおいてはね本当に最強なんでね、まあ、使っていこうかなって思います。まあ、とりあえずどうしようか。とりあえずこっちはこっちに任せて、あー回避使ってたなってことは当たるんだけど、いやこれはもういいや。とりあえずさあここだな、一発2発。シャンクスはね別に通常攻撃はそこまで強くないんでさあ大丈夫なんですよね。一発2発 OK。 さあここら辺でさあ一発二発、いやカウンター使わないのうまいな。オッケー、使ったら終わり。まあシャンクスはね1残る特性があるんでそこはちょっと申し訳ないですね。あの今のは別にそこまであれだったけど、さあここでほら吹っ飛ばしていくぜ。痛い。猛毒も強いな、猛毒強いな。ちょっと待って、まあとりあえずミホークさんボコボコにしますか。まあミホークはまあ余裕なんでね、余裕ではないけど、うわー危ない。一発二発、さあ一発二発三発、おいしょ。さあここら辺でじゃあそろそろ固定ダメージがたまるんで、まあ、皆さんにお見せしたいと思います。その最強具合を、最強具合をね、ワンパンですよ。はいはーい、5000だからあと少しなんですよね。本当にあと少しなんで毎回おいしょー、おらー恐竜バカ楽しいわ、マジで楽しいけど、この後隙がねちょっとね渋いんすよ。そこがちょっと渋み沢なんですけど、まあでもね普通に楽しい普通にやっぱ恐竜って良くないっすか恐竜って良くないっすか、普通に良くないですか、俺だけですかね。まあいいや。さあここら辺であっちもちょっとやばいんですけど、まあここはキッド君に旗ためお願いして、まあ僕は固定ダメージがあるんでね最強の、とりあえず肉いただき、うわ性格悪いぞこれは。ここ、はい、うおーらー、おいしょー、オッケー。どうなってるかわからない、やばい、うん、それは無理ですね。はい、これそれはごめんなさいといやまあ普通に後スキだよな、やっぱ問題は後スキさえしっかりしてくれればやっぱり恐竜さんも、うすごいじゃん、あやばい、早く出た方がよかったわ、これ早く出た方がよかったんだけど、まあ全然逆転できるんで大丈夫です。さあここはナイスハンコック。さあここからデイ地点をとりあえず守っていきますか。多分間に合うんでね、回避使ってたね。オッケー、さすがにそれこれ結構当たりづらいっすよね。これ恐竜使いましょうか。恐竜はね KO するとさあおいしょ逃げるなバカ楽しいやん恐竜最高に楽しくないですかこれマジで楽しいんだが、いいとこ取りしようかな。まあそこら辺はしないで置いておこうしないであげようとかじゃなくて、なんでそんな上から行った俺バカかって。さあここら辺で、ね、おいしょ、オッケー、5000ダメージ、おいしいですね。さらに恐竜を、さあここで一発、あ恐竜使いたい、恐竜でえはツッコミツッコミツッコミ、いやマジ楽しい、恐竜最高じゃないですかドレーク、マジで楽しい。オッケーオッケー、一発二発、おいしょ、ありがとうございます。はい、ということで2戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、今回はね、まあ、ドレークということで、あたかも1戦目かのように始まりましたが、まあね普通にドレークはねやっぱり強いっすよ、
チャレバトだったらね、チャレバトだったらね、普通にリーグにいたら別に怖くはないけど、まあやっぱりね、まあなんならラッキーと思ってしまうかもしれない自分もいるんですけどね、そこら辺はちょっとドレイクさんに申し訳ないので、ここら辺までにしておきますと、まあディフェンダーがね、怖くないんでね、チャレバトって、いつも高火力のスキルがあっても、あまりね、ダメージ入らないんですよ。まあだけどドレイクさんのこの固定ダメージならほぼ8割いや9割なんなら10割なんなら8割なんなら10割ぐらい入っちゃうんで、まあそこら辺が最強ですと。オッケー、さあこれは大丈夫。さあこれね、恐竜になりたいあたりではあるか、恐竜に変身しようかな、変身しちゃおうかなと、なんつって、オッケー、今のはね超コンボですよ。さあここで恐竜じゃ、おらあー進みすぎなんだよな、ちょっと進みすぎなんだよな、すごい楽しいんだけど少しだけ進みすぎ感はあるんだよな。うん、それなかったら結構完璧なんですけど、ごめんごめんごめん、守れなかった。オッケー、しょうがない。さあここはしょうがないあたりではあるんだ。うわー一番最悪、そうダウンしたいと思ったでも、そうダウンしないのがちょっと渋いあたりでは、やめて。オッケー、さあここオッケー、完璧完璧なんだが、うわマム、すごい、あっち向いてた、逆だったよね今絶対。さあとここら辺でちょっと生き残りたいあたりではあるんですけど、さあどうしようか。マゼランが結構しごいてくれてますね。あ肉もらい、ごめんもう一個いただきます。まあ恐竜なんでね、僕恐竜なんでちょっとそこら辺はごめんなさいと言っとこう。さあルッチはとりあえず簡単に倒してみせましょう、ホットドギスということで、さあ怖いあたりではあるか。 OK、さあここだ、おら、あ固定ダメージじゃなくてよかったな、ちょっと今のはミスりましたね、やっぱドレイク慣れてないんで、すいませんすいません。なんかスキルに押しちゃいがちなんですよね、回避読んだ時大体なんでだろうな、シャンクスかな、シャンクスでその癖ついちゃったのかな、そこら辺ちょっと直していきたいですけど、とりあえずここ守りましょうか、なんかマゼランいるから大丈夫っぽいんだよなあっち。さあここ誰が来るかな、ナイトメアとか来てくれたら結構ありがたいんだけど、 ありがたい、ブーストでも負けないもんナイトメアなんて、絶対絶対負けないもん、マジで負けないもん、いやガチでだ、ガチだからね。さあここで一発、でもうまいっぽいなこの人、おお一発にやつ、オッケーオッケー、固定ダメージ準備オッケー。さあここはスキル当たんないんで大丈夫です。さあ一発、さあ恐竜、おぶれ、相手も回避もタイプ把握したぜ、一発、うまい人だこの人、うまい人だ、やだやべ、ダウン、よくわかんないやつ、よくわかんないやつになったらもうこれを打つしかないよね。うん、これだって便利だもん、待って行き過ぎ行き過ぎ、マジで行き過ぎ、マジで行き過ぎ、あぶれ、やばいやばい、行き過ぎ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 、マジで行き過ぎ、やばいやばいやばい、オッケーオッケー、ダウンしてるダウンしてる、さすがに。さあこれ回避を見ましょうか、そろそろ回避するんじゃない、うまいな、でもこの人一発二発でも多分このまま KO 行っちゃおう、ちょっと待ってこれね、ここを簡単に KO しちゃおう、それであっちの援護に固定ダメージを持っていきたいところではある、一発二発、さあここくらえ、固定ダメージ肩組にも、ああありがとうございました、すいません、はい、ということでラストやっていきたいと思います、皆さんよろしくお願いします。まあやっぱり固定ダメージ強いっすよね、本当に1残るとか特性なかったらまあやっぱりほぼワンパンっていうか、もう最大ですよね、チャレンジバトル最大の火力を持ってるんで、やっぱりそこら辺をね、やっぱりうまく使っていけたらなって思います。相手ビッグマンも多いな、これチャレバトだよなこれチャレバトだよな、まあドレイク使ってる俺から見せたらこれチャレバトだよなあれビッグマンってプラスありましたっけ、ミホークと韓国だけじゃなかったっけ、まあそこら辺はどうでもいいんですけど、まあ僕もね最強チャレバト最強であるまあドレイクを使ってるんで、まあ何も言えないですけど、はい、ここら辺はオーケー、2連チャンだぞ、オッケー、え、もうビッグマンほらもう、あ、旗じゃないんだ、やばい、ごめんごめん無理だ、いやー食らえー、恐竜になるぜ、おいしょ楽しい、待て待て、嘘嘘嘘嘘、さあここどうしようか、さああっち取れて、さあこっちも守りに行きますか、ここら辺かな、オッケー、チャスト回避成功、さあここからどんどん蹴っていくぜ、さあいいね、スマイリーもいいっすね、ビッグマム環境にいいのかな、そこら辺ちょっと適当に言いましたけど今、あ今だ、意地になってる、いか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 い、うわーゴロゴロ、うわーチャレンジバトルじゃなくて何そのチャージスキル、さあ回避使ってたな、おいしょっと、さあこれでもうほとんど8割削れてるんでね、さあこっちの多分スキル打ってくるな、オッケー、さあ恐竜だ、おいしょ、気持ちいい、待て待て、行き過ぎ行き過ぎなんだって、旗の中に旗の中に旗の中にいて、旗の中に、オッケーオッケーオッケー、旗の攻めて攻めて、移動が、おわーごめん吹っ飛ばされた、誰か一人ぐらいこっち来てほしかったんだが、まあそこら辺でしょうがないですね、はい、裏行きましょうか、もうこういう時は暇なんで裏行きます、相手ねビッグマムが多分、あ普通に溜めてあるわ、これ一つ言っていいですか、これ最悪ですよ僕、オッケーこの立ち回り絶対リーグじゃしないでください皆さん、アタッカーがこのタイミングで裏取りなんてナンセンスですから、ほら裏取られてるでしょ、ほら
なんか結果今ビッグモム引きつけてるからいいみたいな雰囲気あるけど、全然そういうなことなくて。さあこれ肉いただいちゃって、あー一緒、あ最悪、気絶入るんだこいつのスキル。さすがに甘く見すぎてたか。あ残金持ちしてきてそう。 OK、さあここはさすがに回避ができる。一発二発、あーいしょ、一発二発、おいもう一丁、さらに恐竜になっちまうぜ、おいしょー。したらどうしよう巣に戻ったけどこのテンションから巣に戻ったけど、さあ一発二発、あー無理だ、やめてくれマジで、本当にきつい、いや本当にゴロゴロきつい、いやガチでごめん、本当に無理、本当に無理なんです。あーおいしょー、 OK KO。 さあここは強いですね。いや終わった、ここはい失敗、これで通常攻撃で逃げる新しいやり方、よしよしよし、あ違う違う、カメラがカメラが、オッケーオッケー、さあこれワンチャンあるぞ、ワンチャン勝てる勝てる、残り30秒でここ抜き切ることができたら勝てると思います。はい、そんな脱出速度遅くないってか、何が面白い、ちょっと待ってビッグマン多ない、いやはい広い、うわーきつい、強い、もう無理ビッグマム、なんでチャレンジバトルでもこんなビッグマムのさ中段に合わなきゃいけないんだよ本当に、なんでだよチャレンジバトルってこんなビッグマム多かったっけ。さあここはオーケー、これ分かった、さあいただきます、オーケー、ここ取れる、ここは取れて、あ絶対間に合わない、ハンコックやっぱゲッターだったら俺もっと化けたなって思いますね、やっぱこうやって考えると、あー解放しちゃった解放しちゃった、はいごめんなさい。はい、ということで今日の動画は終わるんですけど、まあドレイクね、まあそこそこに強く、やっぱチャレンジバトルでもビッグマムクソ強いねチャレンジバトルでもビッグマム強すぎて、なんかワロタワロタワロタって感じで、なんか全然ドレイクよりビッグマムの方が強えわ、ということで今日の動画終わります。この動画がまたチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。